ロドリゴシウバでエスは、ブラジルサンパウロ州、オザスコ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。レアルマドリード所属。ブラジル代表。2001年に、サンパウロ郊外のオザスコで誕生した。父親のエレッキモシーエリネンセなどでプレーした、プロサッカー選手で幼少期から、父親から手ほどきを受けて育つ。地元のアマチュアクラブを経て、8歳で、 サンパウロ FC のフットサルチームに参加、10歳であった2011年にアイドルであるネイマールが所属していたサントス FC からスカウトを受けて入団した。サントス時代のロドリゴサントス入団後はネイマールのプレーを徹底的に研究し、そのプレイスタイルからニューネイマールと呼ばれるまでになり、2017年の U-17、サンパウロ選手権では22試合で24ゴールを 上げる大活躍を見せ、2017年7月21日に5年間のプロ契約を結び、トップチーム昇格した。同年11月4日、アトレチコミネーロ戦で、ネイマールより3ヶ月早い16歳6ヶ月で、トップチームデビューを果たした。2018年3月のコパリベルタドーレスのタイナシオナル戦で、初ゴールを挙げ、これは大会における、 ブラジル人選手の最年少得点記録となった。欧州の複数の競合クラブが獲得に動いていたが、最終的に、レアルマドリードと FC バルセロナの一騎打ちの末、2018年6月15日、レアルマドリードに移籍することが発表された。契約期間は6年間で移籍金は破格の4500万ユーロ。2019年6月18日に正式に契約を、 締結し、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで入団会見が行われた。ロドリゴは、基本的に、トップチームに参加するが、レアル・マドリード・カスティージャでの選手登録となった。2019年9月25日、ラリーが第6節のオサスナ戦でベンチ入りしたロドリゴは、1から0とリードしていた後半26分に、ビニシウス・ジュニオールに代わって、途中出場、リーグ戦デビューを果たし、 わずか1分後には、ラリーが初得点となるゴールを挙げ勝利に貢献した。11月6日の UEFA チャンピオンズリーグのガラタサライ SK 戦では、開始4分で先制点を挙げると3得点1アシストの活躍を見せた。なお、同試合での得点は、ブラジル人におけるチャンピオンズリーグ最年少ゴール記録となったほか、開始7分での2得点は、 チャンピオンズリーグ最速記録となり、さらにラウル・ゴンサレスに次ぐチャンピオンズリーグ史上2番目の最年少ハットトリック記録選手となった。なお、この試合同サイドでマッチアップした日本代表 DF、長友優斗は18歳でこんなに頭を使ったプレーができるのはすごいと思ったと後に語っている。しかし、ガレスベールやルーカス・バスケスらの復帰で、 右ウイングの選択肢が広がったこともあり、徐々に出場機会は減少している。ベンチメンバーにも選ばれない日々が続き、2020年2月23日には、カスティージャの選手として、セグンダ・ディビシオン B でプレーした。2017年3月30日、U-17 ブラジル代表として、モンテ牛国際大会に参加した。2018年3月7日、 U-20 ブラジル代表に、クラブでのチームメイトであるユーリアウベルトと共に、招集された。2019年11月16日、アルゼンチン代表との親善試合にて、後半26分に、ウィリアントの交代で、フル代表デビューした。ありがとうございます。